ットのなんか羽の部分わかるよ。キースさんこんばんざーい。パーティールームおめでとうおめでとう。開いてびっくりした。ルーム100日だ。タナシンこんばんざい。パータツ高水こんばんは。見た癒しのささん、今日はどんな癒しをお求めになられてるのですか。パーリーイエーブンブンブン。え、今日聞いて渋谷ビジョンなんかさ、あの今日のライブの後にアイドルライブ終わった後に多分なんかクラブみたいなパーティー系のイベントあったらしくて、あれ物販終わって、物販終わってその渋谷ビジョンの方に荷物置いてたから戻ったらなんかクラブのイベントみたいなのもはす、え、でもリハだったのかな、行った時はまだちょっとよくわかんないけど、なんかすごいドゥンドゥンしてたすごいね、なんていうの、これがクラブかみたいな感じの雰囲気になってた。なんかこんばんは先生、たくやきわーい。かけちゃんこれになってからすぐ俺だと分かったの、さすがだけ、さすがじゃん。まあ何でも見通せる目を持ってるからね。けいちゃんお疲れ様です、ありがとう。今日は一日一緒のムーブしてた、実質同一人物。まあこれはまたトロフィー、あ、またトロフィー増えちゃう家に。あ、そうか、今日さ100日だから、どこに行ったっけ、ちょっとさ物片付けないとと思いつつ、いただいた物たちが、いただいた物たちが、なかなかがっつり片付けられる。あ、テレス今日100日だからこれの出番じゃん、ティアラ。ちょっとパジャマにティアラ普通に合いすぎるけど、ただこんばーん。100日よく頑張りましたでしょ、やった。え、ティアラどうやってつく、でも髪短いのに合わない、あんまり。100日記念日だ、やったやったー、てんてげてん。この前もらったティアラ、でもちょっとこのショートヘアにティアラはあまり似合わないね、うまく刺さってくれない。ヘアピンに刺せばいいんだな。みーたん今日は熱が早く下がる癒しをお願いします。あなたの熱はもう明日下がります。 GTR こんばんざい。おにぎりじゃなくなった。かけちゃんさてさ俺のこと大好きやな、言うやんけそういうことにしといてもろて。重点ドゥンドゥンドゥン、そうドゥンドゥンしてたクラブ、なんかめめさんこんばんざい。あ、ツイッターフォローしてくださった、ありがとうございます。めめさんでいいのかな、みーみーめめ、あ、倒れてくる、倒れてきそう、難しい。みなーこんばんは、みなー元気。けちゃん天井からいろいろぶら下がってた、え、ね、ビジョン、ビジョン風船、バーカーのフードがないと改めて髪カルカルカル、そうめっちゃカルカル
超軽い。ライブしてる時の動きも軽い。ディディのモンタ、こんばんは。モンタ。あ、この前いただいたあれね、みんなにちゃんと配ったから。ワンマンの時の。デュンデュン未知の世界すぎ、そうめっちゃ未知の世界だった。なんかね、絶対笹川とは相入れない、相入れなさそうな感じのすごい人たちがねいっぱいいた。バンザイジャパン陰キャ多いからさ。バルタ変身したの、そうパーカーが笹から。ケンちゃん実質同一人物かもしれない。入れ替わってる？みんなかわいい。ほんとはマントとかもあるんだけどね、いただいたやつ。ティアラ、そうもらったやつ。え、すごい、ほんとにティアラ。高すぎ、かわいい。やっぱり自分合ってる？パジャマでティアラつけてるのちょっと異質すぎだけど、綺麗、ささ綺麗すごい噛み締めてる。パタピゆうたこんばんざーい、久しぶり久しぶり。そのティアラ抑える係をしたいありがとう、抑えてくれて。ティアラすごいね、固定してる人。ヤスト、おおお、100日おめのギフト、まさかの。あんたいつもギフトくれるの、ありがとう。ハロー、ケーキコンチャース再び。みんなサザさんが言うならそうだよ、下がる下がる、大丈夫、安心して。明日朝起きたら下がってから、もうしんどくなくなる。大変、何も終わらないそうだよ、お風呂と、お風呂とご飯となんだっけ、課題。推しが天才的に可愛いからいいや。お姫様、髪短くてもね、王子様になりたいけど。みんな今仕事忙しくて6連休終わって、あー休める。そう、みんないつも忙しそうやからさ、しっかり休んでほしさ。ゆっくりお休み。え、でもどっか出かけたりすんのかな。GTR、 おにぎりよりも、どっちも好き。カレーライスがいいかな。けいちゃん、ピシャー、風船とか電飾とか。え、嘘、全然見てなかった。風船あったっけ。差し入れをフォロワー様に、あ、もしかしてワンマンライブの時にいただいたのがそうですかね、かな。キーホルダーとか言って違ったら申し訳ない。もしかしてあれ作ってくださった方ですかね、かわいいやつ。ありがとうございます。多分それだったら受け取りました。あー、もしかしてとは思ってたけど、ありがとうございます。しかちゃん100日おめでとう。おやすみなさい、おやすみなさい。というか笹川もそう、早めに寝ないといけないんだよな。せっちゃんが愛入れなら私も愛入れない。真央もこっちの世界の人。ほんとはさちゃん食べた、あ、食べた食べた、すぐ食べた。まだピー、ささ主役、今日の主役、今日の主役だよ。このルームの主役はいつもわし。ささ団子にはティアラが似合う。ささ団子、誰がささ団子の擬人かよ。そうか、タナシュ、そのティアラいいね。え、これいいよね、すごい、なんかめっちゃすごいしっかりしてる、本物って感じ。ティアラキラーン、ちゃんと作りがしっかりしています。
特典めっちゃ楽しみにしてるのに、あ、待ってて、多分数日後に DM に届くと思うんだけど、グループの公式アカウントから。え、あ、そう、そういえばずっと言いたかった、動画の分も買ってくれた。多分さ、特典券2枚分だけ買えてたっぽくて、だからね、そう、動画も買ってくれてたって言ったけど、2枚分購入確認できたのが2枚分だったから、とりあえず落書き写メ送った。かけちゃん、そういうことにしとく。ニヤニヤしちゃって。かけちゃん、大阪遠征おらんの？ともき、いや、100日記念おめでとう、ともき。なんでもともき、すごい使い勝手いいじゃん、ともき。プリもマジティアラ似合いすぎてて、死なんといて、まだ君は生きなければならない。バンザイジャパンの陽キャって誰なんです？陽キャ、ふみさん、まあふみさんはそうだね、陰キャじゃない。でもバンザイジャパンは結構ね、そう、学生時代一人ぼっちだったっていうことが多いからね、割とそういう子が集まってる。でもイタリアの王女様にいそうな美女で眼福。イタリア、ああ。イタリア、そんなかっこいいかな。ボーノ、ボンジョルノ。そうね、スキーホルダー。あ、やっぱりそうだった。ありがとうございます。すごい可愛らしい。あれ、笹川だから、なんか緑的な感じにしてくださったんですかね。ありがとうございます。受け取りました。え、どなたが渡してくれたんだろう。うち、こまちゃんからもらったのであれだったんですけど、のびんね、そのパジャマが女王の、ああいうやつ、見えてくる魔法、ティアラをしてるだけで。ティアラ、カレー、あ、バスセンターのカレー食べたい。この前さ、高速バス乗る前、バスセンターのカレーは食べたいって思ったけど、ちょっと時間がなくて、食べきれるか自信がなくて、時間内に。このまま諦めちゃった。大阪やろ、あ、ワクチン接種がカンナギさんとな一緒のライブなのに、あ、ポンタ日本橋三津ホールコレド室町に揚げたての芋けんぴ、うわ、揚げたてけんぴ、揚げたての芋けんぴ、え、めっちゃカリカリなのかな、サクカリ。ひな、うんちゃ、声出なかった。うんちゃありがとう、今日来てくれて、今日すごい自信満々なひなたが見れた。嬉しかったよ、来てくれてありがとう。ゆうた、そう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 、なんかね、100日出た、パパパパーン。そう、あ、ゆうた、運営さんに確認したんやけどな、動画の分も入ってますかって。でも多分落書き写メと動画だと全部で特典券5枚になると思うんだけど、2枚分確認してもらったところ、2枚分だけ購入になってたっぽいから、なんかね、たまにあるんだよね。え、でも、もしあの5枚分特典券5枚分お金減ってたりとかしててとかだったら、ちょっと言って、そしたら動画送るから。でもね、あのライブ後の特典会でいつでも頼めるからね。
本当は女王様に見る人もいるかもだけど、プリンセス、髪短いプリンセス、こうやったらなんかロングな気もしなくもない。手で隠れてるだけで実は髪の毛ロングなような気がしなくもない。心の目で保管して、ショートでした。100日、ああ、スキッチャも100日おめでくれてる。コングラチュレーション。パラ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 パパ。ひななた、カミカルサちゃんが多すぎて、うんがうんが。そう、めっちゃ軽い。今切りたてほやほやだから。これピンあってもなくても一緒だな。100日おめでとうございます。揚げたての芋きんぴはサクッとするけど柔らかい。どういうこと、サクッとするけど柔らかいって言った。それってどうやって確認するの。どうやって確認するんだろう。でもメール、別々に購入してくれたのかな、なんか2枚3枚みたいな感じでかな。一度に5枚とかじゃなくて、そしたらメールが2通届くのか。でもそう、確認してもらったところね、2枚分だけだったみたい、入ってたのか。オロチこんばんは。私ショートでもプリンセス、プリンス兼プリンセス、笹川。さあ、ティアラ可愛いのにお顔がイケメンすぎて大仕寄りになってしまう。眉毛の角度でだいぶ印象変わるよね。ミネ笑顔タイム、久々王冠。そう、ティアラこれ前いただいたやつなんだけどね、今日100日だったから配信、連続配信100日目だったからつけてた。なんでティアラ、そういうこと。今自信は過度にも、あ、過度じゃなかった、適度に持ってる、持ってるくらいがじゃないのかなって。おお、自信満々なった、いいと思うよ。今日なかなか見れない日向田が見れた、面白かった。なんか最近ワイルド寄りになってるよね。ワイルドだろ、いいと思う。笹川も自信満々になっていこう。かけちゃん、今回諦めてくれまちす、くれまちす。王冠はクラウン、あ、ジュンヤだ、こんばんざーい。言った、普通に2枚だけ、あ、そう、2枚だけだと落書き写メだけになる。そう、動画はね、特典券3枚必要になっちゃうから、もし落書き写メと動画どっちも欲しい場合は特典券5枚になる、2枚と3枚で。そうそうそう、なんかね、ちょっと難しいかもんだけど、楽一楽さのシステム、そんな感じです。笑顔タイム、笑顔のバリエーションつけちゃった。
一郎こんばん、眠が眠、わかる、正直ちょっとね眠が眠、そろそろみんな寝よう。100日だからもっと話してたいけど、ちょっと明日も朝早いんだ。あ、そう、今日朝早かったからだ。眠いのはチーズケーキで有名なルタオが、うわ、ルタオのチーズケーキ大好き。季節限定で焼き芋フロマージュを西武新宿駅で売っていた。絶対美味しい、絶対美味しい。焼き芋も好きだし、ルタオのチーズケーキも好きすぎる。なんかルタオのチーズケーキ、有名なチーズケーキなんですけど、北海道の小樽で作られてるから、小樽は逆から読んでルタオなんだよね。そう、ルタオのチーズケーキがね、よく実家に、あの親戚のおばさんからお家から送られてきて、実家でみんなで食べてた。デュブルフロマージュ、あれめちゃうまい。あ、やば、笑顔タイム、もう笑顔タイムないぞ、うん、バリエーションが。あ、ノリ、さらに可愛さ増してるな。だってありがとう。髪切ったからかな、もしかして切りすぎたと思ったけど、意外とこういうようだったりする。もう落ちてくるティアラ、意外と。え、でも前髪短い方がいいのかな、どうなんだろう自分。でも最近思ったのは、前髪がこうやって目にかかると、ちょっとその分目ちっちゃく見えちゃうなって思った。結構こっちの眉とかも出した方がいいのかな。眉毛どっちも出すと印象変わる。どっちも出した方がいいのかな、どう思う。ずっとね、もう前髪一生悩んでる、自分の前髪問題。ツンツルテン。でも眉毛出した方がなんか表情分かっていいのかな。キラーン、おでこ、おでこ超ツルツル、ほくろ。うーん、お米送ってください。ちょっと送れないですね、佐賀の大事なお米。ここで一曲。え、うち最近あのさ、アイドルさんの曲でめっちゃ好きな曲があって、アイイロアステリズムさん、合ってるかっていうグループさんのね、アイアスさんのリベンジフローライトっていう曲がすごい大好きで、毎回対バンで聴くたびすごい、うわ、めっちゃこの曲いいなと思って聴いてたんだけど、この前やっとね、そう、どのグループさんかは判明してたんだけど、やっと曲名をね一致させた。調べて、あ、この曲がーってなった。タイトル分かった、リベンジフローライト。あの曲めっちゃよくて、最近すごい聴いてるんだっていう話。ララララララ、タタ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 タ。サビがめっちゃいい。だがパートくれてる、ゆうた、ありがとう、この前頼んでくれて。ちょっとね、いつ届くかな、運営さん次第なんだけど、いつ届くか。
一応おにぎりアクションね。5日で終わっちゃった。せっかくやってくれたのにね。そう、11月5日まででした。おにぎりアクションしてくれた皆さんありがとうございました。きっと給食がたくさん届くと思います。アジアとアフリカの子たちに。やめちゃん、サッサのお父さんは父側父父側父、うん、母側母、父側父。こんばんは、山梨お疲れ様。ジェットン、さっき言ったやつ、え、何、え、一瞬でなくなったじゃん。何、めちゃめちゃ気になってたんだけど。早くない？すみちゃん、さあちゃん、すみちゃん、え、帰ってワイン飲んだ？のり、短いの好き。いや、笹が大好き。あ、笹がのことがだったか。長さ関係なかった。ワイルドって、そう、ワイルドなた。さっちゃんに背中を押してもらえるから頑張れるわね。おい、いつでも押すよ。うれ、いつでも押すよ。またルタオタル正解。ひとしく人形もらえる。ドゥーブル以外にチョコ焼き芋とか売ってた。え、焼き芋食べてみたい。絶対うまい。あ、うん、すみちゃん今日会えた。え、あのすみちゃんの書いてたさ、あのビズパンツすみちゃんの座席表がすごい、イラストがうますぎて帰りの電車の中でうまって言ってた。のり、デコデコ出しちゃった。やだ、おデコかわいい。なかなか出ないからね。いつも前髪に隠されし、デコ封印されし。よっち、こんばんざーい。ラプター、笑顔タイム。デコ川さん、おピチピチさせねえぞ、そう簡単に。大事なデコ、やばい、そろそろ寝よう。ちょっとやばそう。そろそろ目が開かなくなってきそう。明日何時起きだ。まだちょっと電車見てない。新潟行ってくるので。フルニコンマサさん、今日よく来れたね。間に合ってなかったけど間に合ったね。よかった、ありがとう。今出したり出さなかったり、その時その時で OK。 でまたたまにデコ出しやりたい。髪、やまい、やまい、こんばんざい。リベンジフローライト、そう、でもね、なんかあれ、音源多分サブスクとかにないんだよな。 YouTube でライブの動画みたいなのあった。タイトル、ヤッホー、おめでとう。あ、100日、ありがとう。ティアラ、ゼットン、ちゃんと言ってくれる。え、何、すぐ聞きたい、気になりすぎる。姫のティアラ戻ってきた。すみちゃん、今日お薬飲むから。あ、お薬飲めたね。ちゃんと飲めるお薬。デコ出しよかった。デコ出し最近やってないからな。ライブとかでなんか眉がすごい凛々しいんだよね。眉出すと急になんかキリってする。
ましょうね。おやすみなさいませ。お疲れ様、ありがとうみんな。うん、コメント、あ、ワクチン頑張ってきますって、頑張れ。10月に思ったのが、ダンスがまた進化してきてる。嬉しい、めっちゃキレかれてる、すごい見てくれてる、ありがとう、うん、そう、日々なんかこう動画見返したりして、ちょっとでも良くなれるように、ずっと踊り続けてる曲でも昔から、なんかあ、ここもっとこうした方がいいな、研究を続けている、ありがとう、見てくれて、おやすみなさーさ、おつー、ありがとう。みんな冬の陣ね、デコ出すと冬の陣のチラシいつも思い出す。よし、じゃあ終わりたいと思います。ありがとうございました。100日でした。笹川、明日的な今日7日のライブはちょっといないんですが、8日月曜日は新宿レニーでライブ出演します。多分あれじゃないかな、出演メンバーが多分その日8人ぐらいで、しかもレニーで広めのステージだから全曲出演できるんじゃないかな。あー、でもどうだろう、7人フォーメーションになるとかだったらちょっとわかんないけど、でもきっとみんなたっぷり出演できることでしょう。見に来てください、お待ちしてます。バイバーイ。